おはようございます。えマサートです。えやっと、杉田衆、感謝いたしますね。新しい衆が来ましたですね。え今日は2023年の3月の12日ですね。日曜日。はい、え11時が礼拝前ですけど、まあ、ひととき、え見言葉に触れてですね。えー、杉田、去った衆もちょっと大変でしたですね。え健康診断に。えなかなか、体調管理は難しいですね。 一旦体調を崩すと、えー、なかなかシアンの薬で抑えましたけど、えー、なかなか病院に行く時がなかなかなくて、えー、シアンの薬で抑えましたけど、えー、厳しいですね、えー、特に、えー、月曜日はまた朝が早いですので、えー、どうしてもリズムが狂いますねまた、えー、学校がーお休みになると春休みかな あまた朝忙しくなりますねどうしてもお仕事の関係でリズムが難しいですけどはいえー、前置きが長くなりましたけど、えー、次から次からまた一つ山を越えたら、えー、健康診断も大変ですね、えー、去年も大腸検査ちょっとあ、えー、大変、えー、大変ですねちょっと大きつかったですね今回も胃カメラあ鼻から出ましたけど、えー、なかなか年を取ると 以前は結構2345年前は楽な感じでしたけど結構。 きついというか、ちょっとしんどい、えー、体力をに使いますね、神経体力に。もまあ、そういうことで、えー、霊的にも言えますね。はい、えー、こんな感じで、えー、今週も頑張っていきましょう。えー、なかなか恥ずかしい、えー、言葉に触れてて、チャレンジしてますけど、時間がない時は本当に読んで、そのままでですね、コメントもほぼほぼなしっていうことですけど、えー、薬文手紙1章の12節。 試練に耐える人は幸いです耐え抜いて良しと認められた人は あ神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです。役も手紙一緒の準備です。涙は出てきますね。感謝ですね、えー。なかなか本当に私は愚かなものですから、許されたものですね。もう恥ずかしいですけど、えー、イエス様なしでは絶対に許されない本当に人間ってあれですね、わがままで愚かで自己中心的ですね。えー、まあ、ロシアを見るとそう,そうですね、えー、一人の、まあ、特に、まあ、そういう権力、プーチンがそういう 決断して、まあ、周囲もそういう考えで、えー、大ロシアで、えー、ですね、えー、今は、まあえー、プレイヤーカードが、えー、ロシアの,に、えー、のカードになっていましたのであ、えー、よく亡くなった先生がその地域が世界の中心ということで、えーまあ、そういう。 イエス様は敵をも愛しなさい。なかなか厳しいですね。本当に武力を持って現状を変更するそういうまあ独裁国家、まあほぼ独裁国家ですね。厳しいですけど 多くの方々がまたウクライナにおいても多くの本当に英雄とされている方々があ命を落としていますまた民間人もまた軍人もまたお年寄りも子どたちも命を落としていますねこれが現実の社会ですけどこの死の地に平和と神様の恵みがありますように。 お祈りいたしますね。えなかなか、えー、コメントがあなくなりましたけど、まあ、あプライベートでも公家でもまあ、大変な時期ですけど、えー、皆さんの上にいたからああ神様の祝福がありますようにお祈りいたします。えー、私も個人的ですけど、えー、YouTube チャレンジしています。なかなか気の遠くなりそうな、あ特に登録数千名は 本当に年計画ですね今現在で442ですねまた上限しますけどなかなか直近の1年間の4000時間のクリアは今のところ3960で4000時間はメートルたっていますけどあとずかですけどまた1000人には500円も。 今年が500名目標ですのでなかなか厳しい道のりですけどまあこれように老後の楽しみ、えー、頭を少し使わないと。うん あ私、まあ、今年六十三ですね。そういう感じで頑張っています。えまず、後の YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いします。なかなかそういうコメントですね。もう恥ずかしいコメントですけど、恥さらしいですけど、まあ、少しでも訓練と日々、えー、物事を考えて紹介して、いろいろ発信させていきたいと思います、えー。皆さんにもっとお役に立てるような、えー、動画作り、発信できればと願っています。ミ、え、ク、ー、とパンフレテでした。 大変ですね。頑張りましょう。はい。ということで、マスタートしたタ、シュアゲンレスパシャンプレロンシャロム。シャロム